はい、皆さんおはようございます。スポーツ局の立野です。本日はこちら海に来ております。こちらはですね、神奈川県は鎌倉市材木座というところになります。今日はどうして海に来ているかと言いますと、5月にホノルルトライアスロンに出ることになりまして、トライアスロンというのが、スイムと、あとはバイク、自転車ですね、あとは、ランニング、この3つから構成をされています。まあ、バイクとか、ランっていうところは、ある程度こなせるので、自信があるんですが、スイムですね、特に海で泳ぐっていうのは、なかなか経験がないので、アスロニアさん主催の、水泳教室オープンウォータースイムのですね、講習会にやってきました。今日はですね、5月の2日というところで、昨日まで雨が降っていたんですが、本日は快晴ということで、海もですね、比較的コンディショニングがいいんじゃないかなというふうに思っております。まだ開始まで時間がありますので、ちょっと今はですね、海の様子を見に来たというところになります。この後着替えて教室始まっていくんですが、カメラ自体はですね、更衣室の方に預けなければいけないようなので、一旦ですね、撮影は終了しまして、終わった後にですね、感想や学んだことというのはシェアしていきたいと思います。それでは早速行ってきます。はい、ここからは音声でお届けしていきたいと思います。今日は初心者向けのコースだったのですが、総勢30名から40名くらい参加者の方がいらっしゃいました。会社の集まりか何かのチームの集まりかは分かりませんが、いくつかのコミュニティがあるようでした。ただ一人で参加されている方もいらっしゃいましたので、単独参加も全然大丈夫だと思います。練習会の申し込みの際、ウェットスーツはオプションだったのですが、参加者の方々の着用率はほぼ 100% でした。あの集団の中でプール用の水着一丁ではだいぶ浮いてしまうので、ウェットスーツのレンタルは必須だと思います。このウェットスーツの下には水着を着た方がいいので、参加を検討されている方は水着とゴーグルをきちんとご持参いただけるといいと思います。キャップは同じものを全員で被ることになりますので、持参しなくても大丈夫そうです。あとウェットスーツは首元などで擦れてしまうことがあるそうなので、ワセリンを少し塗れるといいとのことでした。 Amazon で200円くらいでゲットできるので、ぜひ持って行ってみてください。講習会はまず砂浜での説明がありました。プールと海の違いは何といってもコースレーンがないということです。目標物を確認しながら泳いでいかないと蛇行してしまい、まっすぐ進むことができません。そこでヘッドアップクロールというものを学びました。ヘッドアップクロールの詳細はそれこそ YouTube で検索していただくと分かりやすい動画がたくさん出てきますので、ぜひそちらをご確認ください。横向きで呼吸をした後に正面を見る、その時は呼吸を吐く、そして顎を引くということを再三教えていただきました。目線を上げようとすると顎が上がってしまい、その分腰が落ちてしまいます。腰が落ちれば落ちるほど足が沈んでしまいます。そうならないように顎を引きながら水面スレスレで目だけを出すという泳ぎ方を学びました。これはプールではまず使わない方法なので、自主練が必要だなぁと感じました。柔軟体操をした後はいよいよ海に入りました。水温は18度から19度程度。ウェットスーツを着ていれば特に寒くもなく、気持ちよさを感じる程度でした。まずは砂浜で教えていただいたヘッドアップクロールの練習からです。目標物を定めてまっすぐ泳ぐ。この練習をペアで行っていきました。どうしても波の影響を受けたり、他の選手とぶつかってしまうのを嫌がってしまうと蛇行してしまいます。これは数、すなわち慣れが必要だなぁと感じました。そして何よりしょっぱい。改めて海だなと思いました。ある程度泳ぎに慣れてきたら、次は集団で泳ぐ練習をしていきました。二人一組で体をぶつけながら泳ぐ。四人一組で外側の二人が内側の二人を挟み込みながら泳ぐ。とにかくぶつかるということに慣れることが大切だというお話でした。確かにプールを泳いでいるときはぶつかるということがありません。体同士が接触すると腕をうまく回せなくなったり、呼吸のタイミングがずれてしまったりと大変です。トライアスロンのスイムはこういうものなんだなというのを経験しておくのは本当に大切だと感じました。練習会参加して本当に良かったと思ってます。最後は沖合にある2つの部位を回って帰ってくる練習でした。2つの部位を回るということは三角形に泳ぐということです。部位の部分をカーブするのがまた難しいんですね。内側を通り過ぎても他の選手とぶつかってしまいますし、大回りをしすぎてもロスしてしまいます。
またカーブした後に次の目標物をきちんと見ておかないと間違った方向に進んでしまいかねません。これもまたプールとは違う難しさがありました。そんなこんなでおよそ1時間半みっちりと練習をさせていただきました。結論、来ておいて本当に良かったです。トライアスロンに初挑戦される方はぜひ参加してみてください。概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。最後は海から上がった直後の感想をお届けします。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今終わりましたね。終わりました。ななみちゃんです。久保ななみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、アスロニアさんのオープンウォータースイムの、練習会に、参加しまして、今ちょうど終わったところですね。終わりましたね。お疲れ様でした。あの息が上がっちゃってどうでしたか？いや、結構海に入る前は心拍さ、ね、上がっちゃってて、なんか水に入るのも怖かったんですけど、やっぱ入っちゃえば慣れてきます、だんだん。確かに、うん、意外と泳ぎ始めちゃうとね、大丈夫でしたね。そうですね。なんか、まあ、あの今回の動画はですね、初めてオープンウォータースイムやるっていう方もきっと見てると思うので、まあ、ちょっと今日我々が教わったところも紹介したいと思いますけど、まあ、今日はですね、あのウェットスーツをあのアスロニアさんからお借りしまして、初めて着させていただいて、はい、やっぱ楽ですね。すごい楽ですね。はい、すごく浮くし、あとは保温性もあるし、今日水温は18度、19度って言ってましたが、まあ、そんなに海の中では寒くなく、浮力も感じて泳げました。まあ、難しかったのはやっぱりあのヘッドアップ、頭を上げるっていうのが難しかったですね。息吸って、前見て、吸って、場所確認のための顔を上げますね。ですね。なんで今日、まあ、25メートル間隔ぐらいでヘッドアップのまっすぐ泳ぐ練習をして、でその後集団で泳ぐ練習ということで、3人1組とか4人1組でこうぶつかりながら泳ぐ練習をして、乗りかかりながら相手の足首持ちながら、人混みを想定して泳ぐ練習ですね。やりましたね。あとはまあ V をこうぐるっと回ってくる練習をして、まあやっぱり V の周りを回るとかはやっぱり難しい。難しいですし、 V 回ってる時も前の人の、水の圧とか、今日はあのシラス丼でも食べて帰りましょう。お疲れ様でした。